荒谷博士くん。本当にすごいな、江川拓馬くんは。10年に1人の逸材らしいじゃないか。くそ、これで10戦全敗、冗談じゃねえ。万年2位でたまるかよ。俺も同じプロになるってのに。あいつのサーブ&ボレーを俺が叩きのめすには、パワーとスピードを生かせる後ろが有利。スピードで追いついて、パワーで叩き込んで勝つ。カウンターはスピードとパワーの結晶、俺のテニスの象徴。俺はこいつで江川拓馬を超える。そして堂々プロを目指す。お前の出る幕じゃねえ。よし、ゲーム荒谷ワンラブ。うわ、なんだ今の。あんなの取れるわけねえ。今のは荒谷くんのテンポ、このテンポにはまっちゃダメ。スピードとパワーの差は大きい。情報収集して戦略を立てて、その差を埋めなきゃダメなんだ。もう第2セット急がなきゃ。リターンでテンポを緩める。俺のできる限りのショットで緩急をつけて速いテンポを避ける。岩佐くんみたいないろんなショットで対抗するんだ。バック側に深くスピンの次はフォア側に浅くスライス。よし、カウンターされにくい緩めの深いボールで対角線上に荒谷くんを走らせる。さあ来い、カウンター。走らせた分ダウンザラインの確率が上がる。でも一応全部ケア。来い、肩が下がらない。ダウンザラインだ。ラブ15取った。カウンターから初ポイント。レイちゃんやった。さすが、いける。丸尾くんすごい。今のは見事にはまりましたね。ああ、相手サーブで取ったこの1ポイントはかなり大きいぞ。面白え。ああ、でもなんか嫌な予感。ラブ15。いける。戦い方次第でスピードとパワーの差は埋められる。さすがに強力なファーストサーブがコーナーに入るときつい。サーティーフィフティーン。頑張って、丸尾くん。フォーティーフィフティーン。
ム2ラブ、アラヤリード。くそ、野獣だ。せっかく一回カウンター返してチャンス到来かと思ったのに、逆に気合でねじ伏せられた。だがそれだけあの1ポイントが大きかったとも言える。次は俺のサーブゲーム。球威がない分コースと確率を重視。やや浅めにスライス。丸尾君のサーブゲームだ。主導権さえ奪われなければ攻撃に出られる。ここから遅めのスピンで前に出る。さっきと同じ攻撃だが、一度カウンターを止めたことで状況は変わる。荒谷君は反射的に丸尾君の位置を確認。一瞬だが判断に時間を割かれる。15ラブ。よし。サーブゲームはとにかく主導権をキープ。15オール。少しでも甘くなると即奪われる。ナイスボレー。30-15。行け、エちゃん。30オール。なかなか一方的にとはいきませんね。よし。40-30。アレヤ君相手にうまく攻めてる。よし、キープ。ゲーム丸尾2-1、アレヤリード。おお、丸尾初キープだよな。盛り返してんじゃねえか。たった1ゲームキープしただけじゃん。しかも超危なっかしいぜ。でもあのギリギリな感じでポイントしていくのが丸尾のテニスなんだよ。地味だけどうまいんだって。さあ、やっと面白くなってきたぞ。とにかくサーブをキープすれば負けることはないんだよね。ううん。第2セットの最初のゲームはブレイクされてるから、このままじゃ負けちゃう。なんで？次はアラヤのサーブです。アラヤにリードされたゲームカウント 2-1 のここからお互いキープが続いたら結局 6-4 で兄貴の負けです。どこかでリターンゲームを取らないと。ブレイクしなきゃ。だけどどうやって。タイム。サービスエース。15ラブ。これをやられるとどうしようもない。なんとか返せたけど、ここからどうやって主導権を奪えば。こっちが読めるクロスは警戒してあまり打たなくなった。と言ってそのまま前に出てもカウンターの餌食。後ろにいても余裕なし。リターンゲームは守るだけで精一杯。何かないか。何か主導権を奪う手段。また取った。アウト。15オール。ラッキー。よく粘った兄貴。あれ、なんでだ。こんなミスここ最近なかったぞ。こっちは守るしかなかったのに。たくまさんが言ってた、アレヤ君は気性が荒くてせっかち。俺がサーブをキープしてカウンターを返すことでまた試合の流れが変わってきた。もし本当にそうなら、とことん粘ってもう一度弱点を攻める。しつけえ野郎だ。俺はタクマに勝ってプロを目指す。おとなしく道を開けろ。かなり深い。いいロブだ。苦しい時は対空時間の長い深いボール。アレヤ君の苦手なテンポの変化で戻る時間を確保。せっかちなアレヤ君は早く終わらせたいに決まってる。でもそうはいかない。俺はやっと準決勝まで来たんだ。1秒でも長くここにいたい。
速攻で片付ける。サーティーフィフティーン。くそ、よし。ああ、もう少しなのに。兄貴もよく食らいついてはいるんですが。だが展開は変わりつつあるぞ。え？丸尾君が流れをつかみつつある。はっ、パワーに押されないように一歩下がって我慢比べに持ち込む。でもチャンスは逃さず一気に前に出る。左肩が下がった。よし、サーティオール。カウンター返し2度目。スピードとパワーよりコントロールとコートカバーリングがポイントを決める展開。つまり兄貴の流れ。 A ちゃん、流れを変えようとしてる。ぶっ潰す。ゲームセット。ウォンバイ江川拓馬。ゲームカウント 6-3 6-4。 拓馬さん勝ったみたいですね。ああ、うん、アウト。サーティーフォーティー。よし、いいぞ。 A ちゃんペースになってきた。あと1ポイントでブレイク。ブレイクよ、丸尾くん。おいおい、どうしたんだ、アラヤ。これはひょっとするとひょっとするぞ。また抗議。でも今のは誰が見たってアウト。まさか。なんだ今の。いい加減にしろ。今まで何度も焦ってキレていいことなんかなかったはずだ。ラブフォーティー。相手はタクマじゃねえ。目の前にいるこいつなんだ。一人よがりになるな。こいつは間違いなく俺のテニスや性格を知った上で戦略を立ててきている。だったらとことん自分と向き合って焦らず切れず。デュース。デュース。40-40になったら次は連続して2ポイント取らないといけないの。得意の速いテンポじゃないのにまたしっかり待って打ってくるようになった。アドバンテージアラヤ。まだまだ。でもなんかアラヤ落ち着いてきてませんか。良くも悪くも俺は感情がそのままプレーに出る。だからこそ俺は感情をコントロールできなきゃダメなんだ。ゲームアラヤ 3-1。 そう簡単に流れは渡さねえ。いい流れになってきたのに持ち直してきた。さすが神奈川ナンバー2。すごい立ち直りの速さだ。俺のサーブゲーム絶対キープしなきゃ。とにかく主導権を渡さないようにプレーするんだ。パワーとスピードで負けてる分正確に緩急でタイミングを崩してより戦略的に攻める。深く弾むスピンボールの直後に浅めのスライス。強引に前に来た。後ろが空いてる。こっちがすかさず前。フィフティーンラブ。よし。チェ。いや、イラつくな。冷静にこいつと向き合ってみるとスピード不足は一歩早くスタートするコートカバーリングで、パワー不足はコントロールで補っている。テンポの速さには対抗するだけの戦略がある。派手な武器は一つもないが穴という穴もない。ゲーム丸尾 3-2。 アラヤリード。
強えじゃねえか。丸尾くんすごい。荒谷くん相手でもサーブキープはしっかりできてる。おっせえ。だがサーブは俺だ。チャンスは必ず来る。急ぐことはねえ。落ち着いて打ってきてる。フィフティーンラブ。よし。あらや、完全に落ち着きましたね。自分をぶん殴っといてかよ。ダメだ、弱点が修正されて隙がなくなった。勝つのは俺だ。ゲームあらや 4-2。どうする、何かないのか。ゲーム丸尾 4-3。 ゲーム荒谷 5-3。 ゲーム丸尾 5-4。 チェンジコート。 A ちゃん、サーブゲームはキープしてるけど。荒谷も自分のサーブゲームは落としませんね。荒谷が次のサーブゲームをキープすれば奴の勝ちか。はい、兄貴はブレイクしないと負けです。いろいろやってみたけど全然ダメだ。あとは宮川くんとの試合でもやった勘でサーブのコースを読んでリターンをフルスイング。でもあの時はタイブレイクの1ポイント。今はブレイクしなくちゃならない1ゲーム。勘だけに頼っちゃダメなんだ。よし、何もやらずに負けてたまるか。こういうしつこさなら自信はあるんだ。またなんかすごい勢いで書き始めたぞ。何か策でもあるんですかね。58 4 38 28 3 69 58 4 38 28 3 69。よし、タイム。お、まだ終わってねえのか。タクマ54、追い詰められてんじゃねえか。このゲームのリターンは見どころだな。リターンってサーブを返すショットでしょ。なんでそれが見どころなの。丸尾くんが勝負をかけなければならない場面だからさ。テニスはどうしたってサーブ側がゲームを有利に進められる。逆にリターン側は不利になる。サーブの機会は交互に与えられているので、キープし続けていれば勝てるというわけでもない。試合はどこかで相手のサーブゲームを奪わなければ勝てないようにできているんだ。そういう意味ではサーブは負けないための技術、リターンは勝つための技術といえる。つまり崖っぷちの丸尾くんが勝つためにはここで何か仕掛けなきゃならない。ここまでフォアサイドへの荒谷くんのサーブはワイド 58%、 正面 4%、 センター 38%。でもこの確率だけにかけちゃダメ。他にもデータはたくさんある。立ち位置、ラケットの角度、スタンス、目線、トスの位置、ワイド、当たったー。ナイスリターン。ラブ15、リターンダッシュ、すげえ。当たった、当たってよかった。当たったら前に出るって決めててよかった。サーブを読んだのか。ここからだ。バックサイドの確率はセンター 28%、 正面 3%、 ワイド 69%。 基本的にワイドが多い。立ち位置は右寄りだからワイド、スタンスは正面かワイド、トスも正面かワイド。だったら正面とワイドでより確率が高い方、ワイド。正面。フィフティーンオール。読みも反応もいいやつだが、サーブのコースを当て続けるなんざ無理に決まってる。俺の絶対有利は変わらねえ。
一番確率の低いところに来た。やっぱり確率より目に見えるデータ重視だ。ワイド15-30。 よし取った。当たればいける。この作戦はいける。サーブより先に動いてるよな。なんで当たるんだ。あれだな。何？あいつと試合をすると時々勘でサーブの方向に動くんだよ。丸尾君の場合勘というよりは予測、読みだな。相手をよく見て分析した結果だ。Aちゃんらしい。よし、このフォーム得意のワイド。サーティーオール。え、なんでだ。今のフォームは前と同じワイドだった。でもセンターに来た。丸尾くんと全然違う場所にボールが行った。 A ちゃん、読みが外れたのか。アラヤがインパクトの直前にリストでコースを変えたんだよ。あ、ワイドに打つフォームで手首だけでセンターにコースを変えたんだ。今ので分かった。こいつはかなりの確率で俺のサーブを読んでる。フォームで読んでることがバレて逆を突かれたんだ。そんなこともできるのか。俺のフォームでサーブのコースを読んでやがるなら今リストだけでセンターを狙ったことにも気づいたはず。アラヤ君がサーブを打つ直前まで動けない。サーティーオール、次取ればブレイクポイント。次取ればマッチポイント。ワイドか、正面か、センターか。ここで倒さねえと後が面倒だ。あいつはスピードボールへの順応性が高い。次は絶対コース重視でいくべき。カウンターならこっちも次が読める。初めてだな、試合でこんなに考えんの。スピードとパワーでねじ伏せることしか頭になかったからな。いける、絶対いける。前で勝負。次回のベイビーステップはプロで同級生